告知してないだった告知してないだった。始まりました、こんばんは。お疲れ様です。もう10時半か。こんばんは、やっぴー。今日はおしゃべり会、おしゃべり会でした。一回始まりました、私配信。私一回始まってたかな、なんか最初着いたらホーム画面戻っちゃって、急に。こんばんは。今日はおしゃべり会だったんですけど、通知来てないの。じゃあ始まってなかった。メイド来てたんですけれども、もう脱いじゃいました。もう帰りには脱いじゃいました。今日はね、お腹いっぱいね食べてきてね、お腹が胃がもう拒絶反応起こすぐらいお腹いっぱいです。最近毎日こんなんです。やばい、お腹鳴ってる。大丈夫そうかな。胃薬飲もう後でそう、あのね、おととい、昨日、おとといから家族が来てて、あ、スイーツ食べてない、スイーツ食べなきゃ。そう、一緒にいるんですけど、今日はご飯を一緒に食べてきました。おしゃべり会終わって、だからお腹いっぱいです。パパとママとね、あとおばあちゃんも来てるんですけど、一緒にいるといっぱい食べちゃいますね。一緒にいるからっていうか、最近、いや、ちょっと言いたくない言いたくない、何食べたか。あ、じゃあ寿司、お寿司に行きました。お寿司に行きました。お寿司に行った後にお寿司に行った後、いや、もう言えません。もう食欲が半端なくて、なんか本当学生みたいな食べ方してるよね。学生でもやんないか、なんか大人の飲み会みたいな2軒目なんだと思います。お寿司食べた後に食べたくなるやつなんですか。あ焼肉はさすがにちょっと、焼肉はね、寿司、お寿司食べた後に焼肉はちょっと厳しいです。正解はラーメンです。ラーメン、お寿司食べた後に。でももともとお寿司屋さんに入った時点でね、なんかお寿司屋さんにラーメン絶対あるじゃないですか。でラーメン食べたくなっちゃって、私がお寿司って言ってお寿司行ったんですけど、ラーメン食べたくなっちゃって、入った瞬間ラーメン食べたいって言ったら、言ってお寿司ちょっとにしてラーメン行こうってあ、なんか来た。ねえ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 、うるさいうるさいよ。
コソコソしてるの聞こえてるからやめて。ごめんなさい。喉が悪いの。ごめんなさい。みたいに聞こえてたかな。そうでラーメンを食べてきたんですけど、あ、大丈夫、もういないものとして、もう昨日も一昨日もいないものとして。がっつり聞こえてたよ、だってね、喋んないでって言ったのに。17日のおしゃべりから楽しみ。え、待って待って、本当に待って、本当に普通にさ、気を取り直して。今日は楽しかったです、ありがとうございました。ありがとう、こちらこそ。で、何の話してたっけ。PM 絵文字かわいい。そう、ビスイベントからあの見て配信に遊びに来てくださって、来てくださった方も結構何人かいたんですよ。今日嬉しかった。ラーメン、寿司からラーメンの話。そうそうそう、私が寿司行こうって言って寿司行ったのに、寿司屋さん行ったらラーメン食べたくなっちゃって、そうお寿司ちょっとにしてラーメン食べようって言ったら、パパが賛成してくれて。でもお寿司ちょっとのつもりが、ほとんど一貫一貫をね分けて食べたんですよ。何食べたかな、パパさんも実は食べたかったです。いや、パパはいつも普段普通にご飯食べた後に、多分ほとんどの確率でラーメン食べ行くか、行けない時はカップラーメンをコンビニ買って食べるみたいな感じなんですけど、本当に食べ盛りでパパ今。それについていく、いやでもママはさすがに寿司屋さんで終わってました。ついてきたけど、ついてきたけど私とパパが食べてたって感じ。え、私すごかった、正直自分から言っといて、ラーメン屋さん着いたらやばいこれ入んないって思ったんだけど、行ったら一杯食べれちゃった。残してパパにあげる予定だったんで全然全部食べちゃった。食欲の秋です本当に。お寿司何食べたかちょっと思い出してみるね。やばい、一貫も思い出せない、やばいね、疲れてるかな。待って、タイ食べてない。あ、イクラ食べた。イクラをあの一粒あの一皿の一貫でしょ、もう全部開けて食べた。でアボカドサーモンも一皿の一貫で2貫目、あとカレー一皿の一貫3貫目、あホタテ一貫、ホタテはね一貫しか書いてなかったね。みんな当てようとしてくれてるじゃん、あのね一個も当たってなくて、一個も当たってない。やばい、私の食の趣味知ってるみんなが一個も当たってない。コンサート近いのに大丈夫。え、そう思うよね、そう思う私も。締めそう。
当たってない。さあ、え、サンマ、サンマ今日ね、いつも食べないやつ食べた。サンマもパパと半分こで1個食べて5個目でしょ。で5個でもまだ1皿2皿半でしょ。あとね1個ぐらいあった気がするな。あ、牡蠣、牡蠣ねえねえ、みんな全然当たんないね今日はね。でもそうなの、いつも食べないやつ食べてみようの日だったんだよね。牡蠣で6個目、牡蠣も2、1皿の半分1個だから6個、お寿司6個でしょ。そうなると3皿、3皿じゃん。3皿しか食べてない。うん、あとなかったっけ。サーモン、アボカド、軍艦、イクラ、ホタテ、カレー、牡蠣、なんだっけ、サンマでしょ。サンサラならめ余裕やなでしょ。あ、ちなみに言うと牡蠣フライ半分、この1個の半分食べた、パパと半分こして。でもなんかこんな、もうガチでもラーメンのためにお腹を開けながら開けながら食べたよね。でも今ちょっと食べ過ぎてお腹痛い。普通にラーメンも半分だもんね。え、なんで、なんでラーメン半分って食べたうちに入るん？ない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 、ラーメンいっぱいです。かきフライは半分にするのかわいい。いや、1個食べたかったんだけど、もうどうしてもラーメンを美味しく食べたくて、もう寿司を、お寿司屋さんでお寿司食べながらもうラーメンのことしか考えたなかった。私かきフライも3個入りだったんですけど、ママが頼んで2個ママ食べて1個を半分こパパにしました。なんでお寿司屋さん行ったんだろういやでもめっちゃ美味しかった。やっぱ新潟のお寿司はね美味しいらしい。回転寿司なんですけど、回転寿司でも美味しいんだよって埼玉の人が言ってます。私もそう思います。あ、私も埼玉の人だった一応。ラーメンと餃子とチャーハン食べたんです。さすがに餃子は入りませんって。ラーメンとチャーハンですって。チャーハンの存在忘れてた。チャーハンのこと言うの忘れてたはい、お寿司3皿分とカキフライ一口とラーメン一杯とチャーハン、忘れてた。パパがチャーハン食べたいって言うから、あるなら食べるよって言ってあるなら食べますよって言って、結局3分の1ぐらいは食べたかな。でもチャーハンめっちゃ多くて、でもそこのチャーハンめちゃくちゃ美味しくて。どこのラーメン屋さんだと思いますか？私、あの新潟のラーメン屋さんじゃないです。お腹の中で炭水化物が現れてますね。そう思う。ラーちゃん天一、ヒントは豚骨。これたらもう分かるんじゃないの。ヒントは豚骨。あ、正解。
から一蘭でした。あ、間違えてます。あ、めっちゃ間違えました。一風堂、一風堂でした。一蘭じゃなくて一風堂でした。一蘭なかった新潟に。新潟にないとは言ったけど、あの一蘭だとしたらもう県外まで行ってることになっちゃう。一風堂、一風堂です。あ、天下一品、天下一品ってお店の名前。いや、ほんと新潟、いや、まあ新潟のラーメンじゃないんだけど、でも新潟ラーメン美味しいよね、ほんとに。一風堂美味しかったな。え、待って、もう10時40分ってことはメールあと20分だ。はあ、私今日インスタ2つぐらい投稿しようと思ってたのに、もう気づいたらこんな時間。隣に王将あるやん。新潟って一風堂一箇所しかないの？一箇所しかないか。でも見たことないな。そして寝る前に夜食、今の私なん食べれる。胃袋無限大。もう最近食べることに楽しみを覚えてしまって、まあそれはもう、そんなのももう5年前ぐらいからずっとそうなんですけど、もう食べなきゃダメなんです私。夜食やにおきにぎり裁縫だね。え、今なんて言ったか分かった人、通訳できる人。なんか通訳してください皆さん。クリームチーズ乗っけるやつ食べれる、全然やばい、めっちゃ食べたい。もう冷凍のなくなっちゃった。でも家族がいる時ぐらいね。あのさっきの私の通訳してくれる人いない？私さっきね、このやばい、苦しすぎる。あ、そう、いん？あ、夜食は焼きおにぎりっていうコメントに対して、あ、夜食焼きおにぎり裁縫、おにぎりも言えなかったな。さ、いや、夜食おに焼きおにぎり最高って言おうとしたんだけど、夜食焼きおにぎり裁縫みたいな、裁縫って言ってたんだよね。聞いてる人いなかった。私もボケてたけど、みんなもボケてたかな。ボケてた。まず日本語かどうか分かんなかったんだ。だから誰も、そうだよね、みんな日本語、日本人だもんね。韓国の方もいらっしゃってますけど、そっか、日本語喋ってると思われなくてなかったのか。それはしょうがないね。それはしゃあないですね。焼きおほにぎり裁縫かな。ちょっと覚えてる人いない。日本語じゃないと思って全然覚えてない。焼きほにぎり、あ、そう、あれだす、あれだす。
ペコパさん風に行ってみました。焼きフォーにぎり最高ね、ペコパさんでしょ。キフォニーリサイフォかっこいいセリフに聞こえてきた。みんな使っていいよ。じゃあ今からオはフォにしてこう。でも意外と言う会話する中で使うことないかな。難しそうだよね。普通に配信しますね。ほしゃべり会うまいねおしゃべり会楽しかった。フォッケー、これこれ頭使うなね。ハートありがとうございます。こんばんは。フォッケー。あ、でも意外とない使わないな会話の中で。あし太郎ほし太郎やだな、なんか テレビでホールスター感謝祭やってますん、ファート ハート意外と会話でおって使わないんですね。ね、普通に喋って探せばさあるけどさ。焼きほにぎり、ほ茶飲んでます。ほ茶美味しい。最近ほ茶なんですよね、ほ水より。かわいい、かわいい女の子急に出てきた田辺先生ねえ、見られてました。もしかして恥ずかしい。ちょっと待って、あ、今 NGT で配信してるのはマナちゃん、カエリちゃん、ひのちゃん、ヤヒ、4人もいる。みんなのルームを回ってたんですね。先生裁縫、あ、ホギのゆかちゃんがホイっていうのをほけなくなるのが寂しい寂しいけど笑っちゃった。なんでだろう、ふざけてますか。ほほつかななみもやってましたか。失礼しました。ほほつかななみやってる。そう、本当だ、やってるって知ってるってことは言ってたってことやんですやん。おう、なかったよね今。お酒はあんまり飲まない。お酒はでも
ちゃんと一緒に ほばあちゃんと一緒にあのまだ一回も乾杯できてなかったんですよ。なのであの普段全然飲まないビールでおばあちゃんと一緒に乾杯しました。タン干しです。タン干しやだ、なんか干しって違う意味でもさあるから、干され干されの星、干されるの星、タン星。そう、おばあちゃんと乾杯できたんですよ、やっと。そう、おばあちゃんね、私とママとおばあちゃんみんな4月生まれで、誕生日全然おめでとうってできてなかったので、やっと乾杯できて嬉しい。ビールで乾杯はもう完全に大人ですよね。大人になったなってめっちゃ実感した。おばあちゃんと乾杯して、おばあちゃんがねあの小さい頃の話をねちょいちょいしてくれるんですよ。で、小さい頃はこうだったんだよって、おめでとうございます、ありがとうございます。先生酔ってる、多分先生酔ってますね、これ先生多分ビール入ってますね、これ。あ、それでね、そうパッパーにお父さんに、お父さんに新潟のウイスキーをお酒屋さんで買ってプレゼントしました。めっちゃ喜んでくれた。おばあちゃんと一緒に選んだんですよ。パパこの前9月17日に誕生日を迎えたので、そうやっとあの誕生日以来やっと会えたので、お酒をプレゼントしました。ウイスキー、なんかね、なんだっけな、エチのなんだっけな、なんか パパ最近ウイスキーにハマってるっておばあちゃんが教えてくれて、これはウイスキーやなって。わかる人いるかな、新潟の方ならもしかしたらわかるかな、なんだっけな、あ、これえ、なんて読むだろう、これエチノシノブ コシノブウイスキー、聞いたことあるかな。素敵なホヤ高校ですね、ほやほやほや、ほや高校や。パパさん褒め、パパほほ喜びだね。腰のう、なんて読んだろうな、これ腰の忍ぶ
え、越野忍さん、なんか名前みたいだけど合ってるかな、ちょっと読み方不安。うん、そう、にえつえつっていう字の腰ののに忍ぶ、なんかビールだとお腹が太っちゃうから、中年太りしちゃうから、最近ウイスキーをちょびちょび飲むのにハマってるらしくて、美味しいといいな。ちなみに私はウイスキー飲んだことない。読み方どこにも載ってない。腰の忍ぶ？あ、お休みメール送ってない。やばい。あと4分。あと6分。今54分。やばい。教えてくれてありがとう。ありがとう。教えてくれて。どの写真送ろう。メイドちゃんの写真送ろう。で、カエリちゃんのインスタに私の写真載ってたの見ましたか？2枚目のさ、ガチ心霊写真だったの。と思う。ガチ心霊写真じゃない、あれ。カエリちゃんも気づかなかったらしくて、わざわざ LINE 来た、かわいい、すいません気づかなかったですって。やばい、写真選ぶのに1分かかってしまった。しゃべり会の後すぐ遅れなかった、ごめんね。待ってね、間に合うかな、ちょっと5分で頑張ります。あ、え、でも5時すると止められるんですよ。でもお休みぐらいになったらいけるかもしれない。待ってね、あと4分。そう、検閲の方が最近厳しいっていうよりもめちゃくちゃしっかりしてくださってて、その検閲のおかげでしてはいけない誤字とかをちゃんと見直せたり修正してきたりするんですよ、たまに。あと3分だよね。カエリちゃんもお揃い。今日ね、カエリちゃんとマナちゃんとね TikTok を撮ったんですよ。よし、待って、いつもすごい短いメールになっちゃったけど、あと書くことあるかな。すごい絆創膏がめちゃくちゃ目立つな。ちょっ
ちょっと待ってね。頭が回らない、ろれつも回ってない。はい、もう59分だから送信しました。送信完了。大丈夫？送信できてる？みんなのコメントをさかのぼる。あ、腰の忍ぶ、腰の忍ぶで会ってましたか。もうレニアの5時はスルーしてほしい。先に5時はないですってスタッフさんに言っとこう。いやでも私の5時も本当に自分で気づかないんですよ。送っても気づかなくて、メールの返信で初めて気づくんですよ。でも一回スタッフさんに言いました。私の5時、私5時初期の頃からひどくて、ファンの人も私がめちゃくちゃ5時するって分かってるので、多少の5時だったらそのまま送っていただいて大丈夫ですみたいな連絡したんですけど、でもそれからあんまり厳しくなくなったかもな。どうなんだろう、5時してないだけかな。ゆうちゃんのオフショット結構止められたらしい。え、ひどい。せっかくメール取ってくれてる人に絵の特別に見せてあげるオフショットなのにね。あ、そう、かいりちゃんの、あ、そうだ、かいりちゃんのインスタの話、顔が二重になってる。そう、メール試しにめっちゃ方使った。いや、あまりにもひどいとさ、その止められるのやだから、一箇所だけです。5時が楽しみなのに笑、それは笑。5時が楽しみなの。レニアの5時は認識できなくなりました。もう普通に読めちゃうのよね、多分ファンの人も。トンボありがとうございます。あれ、私の配信見てる。気のせい、自分の声が入っ返ってきた気がした。え5時があるとちょっとやっとします。でも最近ないですよね、私最近全然止められてないけど。だるまありがとうございます。ねえねえ、インスタあげたいのにさ、最近写真にこだわり始めてから、インスタの写真が一生決まらなくて、3日間写真悩んで、気づいたら3日間経てた。え、10月1回も投稿してないじゃん私。ええ9日も投稿してなかったの。9日も投稿って何？9日も投稿してなかったの？最近なくて心配になる。今日投稿しよう。決まらない。私本当に決まらない。
バランスをね考えてるとね難しい。パパとママ、パパとママ絶対センスないよ。でも生写真が出たじゃないですか。生写真が発売された、今テニスじゃない、いつもテニスって言っちゃう、ゴルフの生写真が7日から発売されて15日まで予約受付している、このテニスの、間違えました、ゴルフの生写真、これのショットを載せてもいいなって。フィード投稿のバランス好きですって本当？でもこのあんまり気にしてないかもしれないけど、私のインスタの2段目の赤いセーターの3つの投稿全部色合い調節して。iPhone のセルフィーのカメラの方で色合いを調節したんですよ全部。そしたら1枚目2枚目3枚目全部白壁の背景がね、色が変わっちゃって逆にバランス悪いっていう。2個目のやつとか3回ぐらい投稿し直した。でも色合い合わせるの本当にむずい。ちなみに全身の赤いニット着た全身の写真、私のインスタに載ってるんですけど、1枚目の全身の写真、あれ実はね壁真っ白じゃなかったんですよ。加工の力っていうのはね、本当に加工の力っていうのは本当にね進化していってて、元の写真見てほしい。見つからない、レイヤーのホルダーいっぱいあって見つからない。目を細めていた。あれ違った。あったあったあった、ほら、じゃ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 ん。わかります、この両脇にあるカーテンのようなやつ、これをこれがこうです。すごいよね。これは私を切り取って白い背景に貼り付けたんじゃなくて、横のカーテンを消したんですよ。そう、白壁にしたくて、なんかその前の投稿が黒で統一されてたから、黒白っていう感じにしようと思って横一列で、で白を3つ並べようとしたら、白の色合いが違すぎて、1個目と2個目と3個目でめっちゃ気になってて、今からでもこの一番上の6個消してやり直したいぐらい気になってる。そんなことはできないけどね。いやでも本当にやり直したい結構頑張ってたんだけどな途中まで。一番最初の投稿の一番上はちょっと暗い感じで、ちょっとかっこいい感じで、山ココティのやつかっこいいのかわかんないけど、でもリベンジャーズのカフェのやつもちょっとバッグが黒だったんでちょうどいいなって思って、ハートありがとうございます。プロの技、
でも今時できちゃうんですよ、これが簡単に。すごいよね格好って。こんにちは、私はマレーシアのあなたのファンです。嬉しい、日本語で打ってくれてる、しかも Thank you。 Thank you very much。やっと来られた、こんばんは。ほんとも一瞬を変換してるのかと思っちゃ、え、ちょっと全然読めない、ごめん。そう、投稿の順、え、投稿をさ、こうやってさ長押ししてクイッて入れ替えられたらめっちゃいいのにね。あの iPhone のさフォルダとかもその機能あったらめっちゃいいなって思う。これみんな思ってることじゃないのかな、こうやって長押しして入れ替えられたらめっちゃよくない、フォルダ。もうさ、私くらいさ、もう3万7千枚です、今こんだけ写真があるとさ、もうちょっとでも整理してない日が続くと、もう後から整理するのめんどくさくなって、どんどんそれが積み重なっても全然整理ができないっていう状態になっちゃうんですよ。そういう時にそういう機能あったら便利。今ここ T ホシャレ、いや、わかる、普通にホシャレなんですよ。なんかこの前はあれ着てスタバ行けちゃいますよねっていうふざけたトーンで言ってたけど、行けちゃいます、あれは全然。あのネタとかじゃなく余裕のよっちゃんで行けちゃいます。次の3投稿を工夫すれば絶対おしゃれになると思います。やば、どうしよう、次の3投稿。そんなこと言われたら私多分あと1ヶ月悩んじゃう。コスモスありがとう。光の絵が空高く、押し入れ、あ、アホーレね、おしゃれ。なんで、あ、そういうことか、あ、分かった、今理解した。アオーレって言おうとしてアホーレっていうのに打った、変換しようとしたらそのアホが星になっちゃったんですね。理解。頭使うねこれ。でも私話してたかな、普通に全然意識してなかった、メール送ったぐらいから。美味しい、ウーロン茶。ウーロン茶ってさ、ちょっと重たいもの食べた後にさ飲むとさリセットされる感じする。だから今焼きおにぎりいける。ウーロン茶飲んだからリセットされた。ねえ、どうしたらこの食欲を止められるの私も。でもなんか最近はちょっと前まではなんか気にしてたんですよ、痩せたいってね。5日間ぐらい頑張ってたじゃないですか私。5日間ぐらい炭水化物抜いて夜だけ。でも最近は本当になんか痩せなくてもいいやって
謎のひりか開き直りゾーンに入ってます今。このままだとやばいのでちょっと厳しめにお願いします皆さん。でもまだこうやって食べたものをちゃんと報告してるうちはいいよね。もうそれがもう報告できないぐらい、報告できない、あるいは食べたね食べてないとか言ってたらもう終わりだよねだから報告するね。報告してるうちはさ、かわいいかわいいって思ってもね、もらえると思うので、お寿司からの、あ、お寿司からのラーメンでも。メール間に合った、メール間に合ったっぽい、よかった。59分に送ったからね、間に合いました。メールの写真可愛すぎて嬉しい。にゃんっていうポーズしてます。なんかこれがもうさ、メイド服にこの感じがさ、メンヘラっぽくてちょっとやだ。TikTok まなちゃんかかえりちゃん載せてくれないかな。めっちゃ面白かったんですよ、ウマ娘のね。今日 TikTok を音源で TikTok 撮ったんですけど、まなちゃんと私とかえりちゃん3人で1個目に何回か撮り直したんですけど、1回目に撮った動画がなんかもう TikTok 初心者みたいな。まなちゃんとかめっちゃ TikTok 得意なんですけど、 NGT の TikToker って言われてるぐらい、実はね。RBBB さんのイベントでは NG、 あのメンバーの中で、かかとメンバーの中でカメラ担当なんですよ。 NGT の TikToker っていう肩書きでカメラマンをやってくれてるんですけど、にゃんが可愛すぎた。最初これ撮るか思えた、タッ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 タランタッタッタランタッタッタランタンってやつ。で私全然 TikTok 知らなくて、ウマ娘のやつも初めて見たんだけど、振り付け覚えて、振り付け覚えてやったんですけど、あ、で音なしで見せるね。音あったらあのバンってされちゃうので、ちょっと待ってね、音どうやって消すんだっけ、あ、怖か、この後この編集の感じ言いたいことわかりますかね。このここからのつながりがひどいんですよこれにめちゃくちゃつぼっちゃって、3人ともめちゃくちゃ爆笑したんですけど、そういきなりいきなり変わるんですよ。まなちゃんとか特に TikTok 得意なんですよ、編集とかも。多分かえりちゃんも多分上手いと思うんですけど、そう3人であの TikTok って一回一回切って止めて、ここからここまで撮影みたいな感じで区切りをつけて撮影できるんですけど、それをあの振り全部覚えるの大変だから、ちょっとずつ覚えてやろうって言ってやったら、こんな悲惨なことになってしまって、っていう笑いなんですけど、伝わったかな
でも成功したバージョンもちゃんとある。カエルちゃんのメイドのスカートが短い、短いミニスカート。うわ、あゆ太郎があざといからいいねしとこう。久しぶりに、久しぶりにあゆ太郎のあざと写真来た。インスタです、インスタの最新の投稿、あゆのインスタの最新の投稿見て、みんなあれはやってますね、あれは分かってますね。あれはあざといメンバーがどんどん増えてく。でもね、あゆ太郎最初の頃はなんか結構私の中ではなんかもう本気であざといメンバーで、私の中でずっとだから本気であざといからあんまり触れちゃいけないあざとさだと思ってたんですよ。でもいつからかなんか自分でも自分あゆはあざといみたいな、自分であざといっていうスタンスになったから全然今では言えちゃうんですけど、昔からあざといなって思ってて、でもその気づいた時にはまだ言えなかったんですよ。言っちゃいけないやつなのかなみたいな。なんか最初の頃はちょっと噂程度、あゆ太郎ってさあざといよねあれみたいな噂から始まって、気づいたらもう暗黙の了解みたいになってました。いやでもな、あざとい女の子って結局可愛いんですよ。私にはあざとさが足りないって誰かに言われたことがあります。いつだかに自分でも思います。あざとさね、二十歳のあざとさか、あざとさ欲しいね絶対あざとくないよね。あざとさ欲しいねなんて言ってる人絶対あざとくないよね。私ね、そこがそのままのレイニアが、レイちゃんが好きです。ここがレイニアのいとこ、レイニアもあざといぞ。おおちょっと詳しく聞かせてください、私のあざといところ詳しく聞いちゃダメか、さりげないからあざといのか、むずいむずい、あざといってむずい。あれ見なきゃ、あざとい、あざとくて何が悪いの。でも最近ちょっと私あざとさを研究する、研究するためにまではいけないんですけど、あざとくて何が悪いのを最近見始めたんですよ。録画して、今まではやって、たまたまあのテレビ見てる時にやってたら見るぐらいだったんですけど、最近ガチで録画して毎週見始めて、でなるほどなーって思いながら見てるんですよね恥ずかしい恥ずかしいんだけど、最近毎週録画してますとりあえず語尾はニャーにしよう。いや語尾ニャーにするまあもうさ、あざといとかじゃないですよ、それも田辺先生のそれ好みですよ、多分田辺先生の好みバレちゃった。田辺先生は語尾にニャーをつける女の子が好きです。でも語尾をニャーをつける女の子ってアイドルでもなんかアイドルでもなかなかいないですにゃんですにゃんですやんですにゃん。ア
あれですね。あれですね、多分そういうお店でしかあんまり見ない気がする。私も実際聞いたことないからわからないけど、今日リクエストすればよかった。わー惜しい。リクエストしてくれたらもう全力で頑張ったんだけどな、おしゃべり会で。おしゃべり会は特別な時間なので。かわいいギフトありがとうございます。確かにお店行ってそう。お店行ってそうってコメントやめてあげてくださいよ。そんなストレートに言わないでくださいよ。しかも行ってそうって偏見めちゃくちゃ萌え萌えキュン。でも私も一回は行ってみたい、人生で一回は。女の子の友達と行ってみたい。メイドカフェ、メイド喫茶。絶対可愛いよね。可愛い女の子にご飯出してもらえて、その場で美味しくなあれしてもらえるんでしょう。そんなの、どんなに焦げたパンケーキでも美味しいよね。たまに言ってて草たまにだにゃー。ね、待って、本当か嘘か、わからない。これはちょっとわかんない。田辺先生が気を使って空気を読んで言ってくれてるっていう可能性もありますよね。えがちかな、どっちだと思います皆さん。ちょっとわかんないよねこれはね。優しさなのか、あ確かにそうだ、どっちでもいいわ。それは確かにどっちでもいい。あいや待ってこれで続けちゃうともうガチになっちゃうから、これはもうガチってことでいいですかね。はい、じゃあガチで通ってます。たまに、そしてシルバーカードなので結構昔から言ってますってことで、終わりにしましょうこの話は。盛り上がっちゃったな、なんかな。田辺先生が言ってるか、どれぐらい言ってるか言ってないかっていう話でめっちゃ盛り上がっちゃったじゃん。シルバーって何？シルバーって何？わかんないけど、プラチナ、シルバー、ゴールド的な感じでしょ多分。それのシルバーだから多分プラチナは溜まってるってことじゃない？わからないけど。すごいな、そんなことよりも今日もレンニャ可愛いねっていう、あー嬉しい、平和なコメントが流れてきました。DDDD らしき方からありがとうございます。就職やめてください。だってそういうことじゃん。私もお寿司屋さんの、私の大好きなお寿司屋さんのカード、スタンプカードあるんですけど、プラチナ、シルバー、ゴールドってたまってどんどんたまっていくんですけど、
そのカードがゴールドまで行くとポイントがなんだっけな、500円で1個なのがスタンプ500円で2個になって、さらに貯まるたびにスタンプが1000円割引券がもらえるんですよ。めちゃくちゃ良くない？プラチナだと500円券になって、シルバーで500円券プラスなんか特典がついてきて、ゴールドだと1000円券。1000円はでかいよね。しかも誕生日、あのゴールド会員になると誕生日付きの特典があって、私誕生日付きあのお寿司が何貫ぐらいだろう、10貫ぐらい入ったあのちゃんとした板に乗ったお寿司プレート無料でいただいたんですよ。ちょっとめちゃくちゃいい、あのしかもめちゃくちゃ美味しいんですよ。だからあんまり教えたくない、何のお店かみんなに。あんまり教えたくない、まあ、このヒントで分かったらぜひっていう感じで。誕生日プレゼントの時の写真あるかな、見せたい、教えないのに見せたい。でも4月でしょ、2020年行っちゃった、来た4月中に行ったと思うんだよね。うーん、お寿司って検索したら出てくるかな。ほんと iPhone 便利すぎてさ、麺とか売ったりするとラーメンがバーって出てきたりするんだよね、フォルダに入ってる。からの、そう、もう5月行っちゃった。いや絶対写真撮ったよな。お寿司で調べて出てこなかったら諦めよう。お寿司37枚出てきた、もっとあるはずだけど、あ、え、これかな、見つからない。見つからないけどいっぱい出てきたよ。多分全部はちゃんと入ってくれてないんだと思う、こういうの。ある程度っていう感じ。ほら、お寿司で検索してばーって。なんかコメントが流れてた。あー、これは、あ、これは見なかったことにしていいコメントだ。ちょっと戻ったけど、寿司美味しそう。あ、すごい、お寿司って検索したらクリスマ、あ、クリスマまで行ったけど、これ見て何か分かった人めちゃくちゃすごい。これなんでしょう、
お寿司って検索して一番上に出てきた。カニ、あーカニは惜しい、間違ってはない。カニ、アボカド、食べ物が何かっていう話じゃなくて、あのいつの写真かっていう問題ですいや、分かる人は分かるかもしれない。クリスマス、あ、イブじゃない、日にちとかじゃなくてもクリスマスの時の写真なんですけど、カニちゃんとカニ、ジンギスキャッツ、カニちゃん、カニモフとニャーニャーでクリスマスパーティーをした時のアボカドサラダの写真でしたいや、分かったら怖いね分かったら怖い話でした。でもまあ何回か話したことある気がするけど、ジンギスキャッツです、わはは。これには本当にめちゃくちゃ苦い思い出と言いますか、めちゃくちゃおもろい思い出があってモフちゃんがアボカドめっちゃ苦手なんですよ。めっちゃ苦手なのにもうこんな大量に作っちゃったから、これはあやかねちゃんがおしゃれに作ってくれたんですけど、かねちゃんがエビ、アボカドの皮にアボカドとなんだろう、なんかを混ぜたペースト状にしたやつにエビをポンって乗せたんですけど、もうアボカド好きなら絶対美味しいじゃないですか。でモフちゃんアボカド苦手なのに美味しいから食べなよっていう悪魔の悪魔のささやきで、モフちゃんガチで嫌がってたんですけど、みんなで絶対大丈夫だから食べなって、せっかく作ったんだからみたいな、いやこれは食べるべきだよ、今日クリスマスだよって言って、マジで嫌がってたけど食べてくれたんですよモフちゃんが。 そしたら食べてくれた時の瞬、ずっと撮ってたんですけど動画、その瞬間の顔がもう今までに見たことないぐらいすっごい引きつった顔してて、それで今考えたら申し訳ないなっていう苦い思い出が、でもその時はめちゃくちゃそうクリスマスパーティーでみんなテンション上がってたから食べなよって感じだったんだけど、そう、それ食べたモフちゃんがすごいよね。でもアボカドの、でも本当に私的には本当にこのアボカドのサラダが美味しくて、あんまりアボカドのなんて独特な味がしなかったんですよ。マヨネーズとかで消されて、だからいけるっていうのも、いけるって思ったっていうのもあるんですけど、やっぱり苦手なものは苦手でした。アボカド美味しいのに、私昨日もアボカド食べたよ、アボカドに生ハム巻いて。パッパラッパッパッパラッパッパッパラッパッパッパラッパ。うん。もう38分や。今日はもうシンデレラです。シンデレラになります。アイニアのメンション26秒で見ちゃった。
今日のアイニャめっちゃ可愛い。いつも可愛いんだけど、めっちゃ可愛い、めっちゃ好き雰囲気。おしゃれやな、アイニャ。アイニャはさ、がおしゃれなところはさ、服の系統がさ全部ちゃんと定まってるところだよと思うんだよね。おしゃれじゃない私が言うのもあれだけど、しっかりアイナ自分の系統をさちゃんと裏切らない私って結構系統定まってなくて、何を着ればいいか分かんなくていろんな系統の服を着ちゃうんですけど、だから買い物する時とかも選べなくて、何が自分に合ってるのか分からなくて買い物一生迷っちゃうんですけど、やっぱこうやって系統定まってるといいですよね。シンデレラレイちゃん、シンデレイちゃん、みんなガラスの靴拾わんと。あと20分あるので皆さんそれぞれガラスの靴を用意していただいて、私の足にぴったりさえジャストサイズに合えば、私の王子様ということで。ガラスの靴探し、あ、それ12時過ぎた後にやることない、そうだったシンデレラの内容変えちゃった。23.5、いやサイズとかちょっとねあれかもしれない。今日もラーメン食べたのでちょっと足むくんでるから、あのサイズというよりもあれですね、幅ですね足がむくんでるかもしれない。今日アラジンのように魔法の絨毯に乗って、これはまた違う歌でした、間違えました。シンデレラの歌なんだっけ、ドゥーンドゥーンドゥドゥーンドゥドゥーンドゥーンドゥーンドゥドゥーンドゥ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 。とりあえず24にしときます。むくみ考慮ので、ファンの方からガラスの靴の中に花が入った、花が積み重なったガラスの靴みたいないただいて、それは玄関に飾ってる、ずっと。バビデブバビビデブバビビデバビデブバビデビブデバビデブビルバビデブ。シャレオツ王子様役先越されたそんなことない。私の王子様は100人ぐらいいてほしいな。推しの王子様
分の1の王子様、100分の1の花嫁みたいな、なかったっけ、3分なんだったっけこれ、何分の1の花嫁みたいな。田辺先生ずっと見てくださってるんですけど、ちょっと忘れた頃に出てくるのめちゃくちゃ面白い。一生ビルカフェの話してるし、田辺さんのまた新たなキャラが今日生まれました。メイド喫茶シルバー会員、田辺先生メイド喫茶シルバー会員。メイドカフェ、性別違ってもいけますか。性別違ってもいけます、もちろんいけます。今時性別なんて関係ないのでね、今の時代。先着100名様です。でもちなみに先着100名様なのでよろしくお願いします。僕がレイニャーの王女様、僕がレイニャーの王女様になります。それはまた話が変わってくる。絶対勝ち取るぞ、100名様だから。コンサートよりも困難かもしれない。水が切れた。ペットボトル持ってきてないから、ちょっと持ってくるね。ちょっと一瞬持ってきます。一週間前から並ばないと。みんなガラスの靴用意しといて、探しといて。もうなくなっちゃう。ウーロン茶。生き返った。ご家族は就寝はい、1名ほど。でもお風呂にまだ入ってないないっぽかったので、お風呂に入ってきなさいって言ってきました。私は配信終わったらすぐ入るから、入りたいからって。やばい、本当に今私食べれちゃう。
冷蔵庫行った時自然と冷凍庫開いちゃって、これを取りに行ったのに。気づいたら冷蔵庫開いちゃってて、あー千疋屋の大福まだ残ってるな、食べようかな、どうしようかなって悩んじゃった。食べようかな、どうしようかなって。千疋屋のね、大福ね、あと2つだけあります。でもほとんどね、家族にあげちゃった。夜食大福ってね、やばいよね。アイスよりもラーメンよりもお肉よりもおにぎりよりもなんかやばい気がする。あ、アイスだ、アイスギフトありがとう。このさ、アイスのギフト31にしか見えない。31いいな、食べたいな。すみれもありがとうございます。この時間はちっとやばい、ちっとやばいよね。ちょっとでもやだな、コンサートでなんかレイにはちょっと太ってなかったって言われた。DVD に残るかな。きっと残るよね、きっと。どうなんだろう、見返した時に嫌だな、ちょっとカバンパンだなとか思いたくないなって思いながらも、私は多分明日も食べています。たとえ太っていても好きなんで安心してください。ダメ、私それにも甘えてたら、私本当に多分大変なことになる。手の絆創膏はやけどしたんご。でも全然痛くない。お風呂入って上がったらちょっと剥がしてみます。でも結構昨日爪で引っかえちゃって、お風呂入った後に皮がちょろちょろ、うねうね、なんていうの、海なんていうの、皮がうにゅうにゅう、ちょっと言葉が出てこない。出てこない、ダメだ。あ、すみません、言葉が出てこない。まだあと3週間あと3週間あるんや。じゃあまだ来週いっぱいはいけるか、食べてても。アイニャが好きな顔。これあるとアイニャ一発で笑顔にできる。私アイニャの笑顔の一発で笑顔にできる方法をいっぱい知ってる。この顔もそうだし、あと急に歌ってる時に急に音外すやつ、歌ってる時に急に音外す笑い、お笑いもう笑ってくれる。ダンダンダダンダダンダンダンダダンダダルル、自然でしょ今。めちゃくちゃ今来ると思わなかったでしょ。かわいい、ありがとう。
そう、こういうこと。あ、あと4分。ねえねえ、みなみのスタイル良すぎん。今ふとインスタ開いたら一番目に出てきた。みなみ、みなみ、みなみどんどん綺麗になってて怖いくらいに綺麗になってく。姉妹コンビ懐かしい。姉妹コンビ覚えてるかな。みんな、私とみなみの結成したお笑いコンビです。2人で大阪で漫才やったことあります。実は NGT からレイヤー加藤美奈が新米コンビとしてお笑いの本番の大阪で漫才をしました。伝説。めっちゃ緊張した。もう控え室とかもちょっと狭めの楽屋一つにみんながぎゅうぎゅうにあのエントリーしてる人たちがいて、もう周りの方もみんなガチだし、私たちもちろん本気で挑んでたんですけど、もう空気感がすごくて、もうみんなガチでやってて、全力で私たちも頑張ったんですけど、今思えばすごい度胸だなって思う。あの時の映像見たいな。ドとは、懐かしい新米コンビ。また機会あったら挑戦する。あの頃はとか言いたくないけど、怖いもの知らずだった。でもどうだろうか。みなみに聞いてみて。じゃあなんて言うと思う？絶対やらないよね。みなみのインスタで急にザ・ W 決定戦のさ、パネルの前でっていうさ、写真撮ってるのさ、想像してごらん。どうしてごらん。あと3分。じゃあビスのイベントの時に活用してたこのアプリを見ながら終わりにしたいと思います。57分58、59、58分、あと2分、あと2分、あと2分、そろそろですね。皆さん、みんな準備はできたかな。20分あったから、みんなガラスの靴用意できたかな。用意できたかなってなんだろうね。シンデレラってさ、ガラスの靴を魔法使いの方にお着替えさせてもらって、ガラスの靴を履いて武道館行って帰り際にガラスを落としちゃうんだよね。王子様が女の子探すんだよね。もう見つかっちゃってるよね、シンデレラがね。まあ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 、うん、ということで、じゃあランキングだけ先に読みますね。あと1分もないので、1分ぐらいなんで。13位りっくん、12位マス先生、11位トラキチさん、10位小高きゅうみさん、9位ジョンさん、8
8位ぬっくんさん、7位まっつんさん、6位3日連続とか聞いてないさん、5位赤シャツさん、4位山田のピクチャーさん、3位リーさん、2位パロパロアットさん、1位しゅーちゃん、あれ6位3日連続とか聞いてないさん、あれ全員読んだ、ちょっと分かんなくなっちゃった。ということであと30秒、ありがとうございます。皆さん夜遅くにありがとうございました。ゆっくり休んでください。明日も仕事が、あ、明日日曜日だ、実際日曜日だから休む人も多いかもしれない。おやすみなさい、ありがとうございました。田辺先生もありがとうございました。